んばんは。こんばんは。何するの？まだ言っちゃダメです。メール届いたかな？メール届きましたか？ゲームの音が。そう、コロナ対策ソング。こんばんワンダーランド。お、寝てる？こんばんは。メール届いたよ。あ、Cですよ。何やるか Cですよ。知らない知らない知らないからね。フロリダから5時に起きました。おはよう。こんばんは。ありがとうございます。大丈夫ですか？ BGM がオリジナルソングっていいね。そう、オリジナルだから流せてます。こんばんは。今日も可愛い。ありがとうございます。ぷよぷよポート。眠いです。でも楽しみ。あ、よっしゃ。こんばんは。ちょっと待っててくださいね。こんばんは。はい、ちょっと今日やる配信にすごい大事な忘れ物をしてしまったので取りに行ってきます。急いで。はい、すいません。ちょっと取りに行ってきますんで。3分ですよね。はい。ちょっとお待ちください。はい、ちょっと映るかな映らないかな。ちょっと待っててね。
持ってきました。オラマルさんと話してました。本当ですか？何話してたんですか？ただいま。何を忘れたの？あ、それはちょっとまだ内緒なんですよ。ちょっと今日の配信の内容まだ言ってなくて。あれ充電できない。ただいま。もし本番は夕食作り終わって遅れました。お、いえいえ、カノもちょっと今忘れ物を取りに行っていたので。そう、今日はちょっとわかるかな、メイクしたの。いつもすっぴんですかってなっちゃう。いいの、なんて。オラマルの愚痴聞いてた。え、オラマル何言ったの。もう余計なことを。そう、あ、では今日の内容はまだ C ですよ。もう言っちゃった。今日の内容言っちゃいましたか。ちょっと1000人まで待ちます。お洋服のポイント、オラマルの悩み相談室でした。あ、何を話したの、オラマル。あれあれって何ですか。あ、行っちゃった。ドキドキ。そう、告知してた。じゃあもう知ってますか。ちょっとコメント戻れるかな。あ、え、よし、コメントから戻ってきた。戻れ戻れ、待て。ん、え。娘がおてて笑おうと言ってて笑うようになりました。嬉しいです、ありがとうございます。あーさん嬉しいですね。こんばんは。リバーはとても良かった。二人とも納得したでしょ。うんうん、リベンジ成功です。ノンノンがパールになってる。沢田チェック、そう、ちょっと見てた。パチパチパチ、え、パチパチパチで笑われちゃったよ。あい、拍手させられる、どういうこと。このコロナウイルス対策の曲はかなり癖になる。あ、本当ですか。まっすぐつけよう、一緒に。今日のアイメイク大人っぽいですね。本当ですか。今日のアイメイク大人っぽいですか。ファンに教えてもらった弾み先に行ったり、サンシャイン抱えのサンシャイン乗ったり、見習いたいです。いえ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 、夜ライブも楽しみだよ。そうね、今日はライブ、なんか今日は歌ったり踊ったりはしないんですけど、多分さらにびっくり。この対策ソングってシンセサイザーで作ったの、それともアプリ。ガレージバンドです。ガレージバンド、あ、 iPhone で、こんなちっちゃい iPhone で。愛の声は加工してんの。あ、してると思う、してたと思う。そう、でもね、めっちゃくちゃ高い声で言った。あいって。コロナ対策すり込み中。おお、すり込み中。
マスク忘れたら娘がマスクつけようって歌ってマスクを渡してくれ、マスクつけよう、嬉しいですね本当に。こんばんは、ドキドキするな。テロップは何から、そうテロップも入れる。お、1000人来ました、ありがとうございます。1005人の方、では今日の配信を何をするかちょっと歌で表現したいと思います。ドキドキ、はい、おお、歌で表現したいと思います。おお、ちょっと歌詞確認。はい、さて今日の配信は、それはサザエさんみたいじゃん。言いますよ、歌いますよ。3、2、1、一緒にタコパしませんか、もっと仲良くなりたくて、友達誘ってキャーキャー言って盛り上がりましょう、よろしく。伝わりましたか伝わりましたか。おー、タコパタコパ、嘘ついた、本当、イエーイ、タコパー、ゲームって言ってた。一緒にタコパしませんか、タコパ配信。串忘れたのかな、あ、そうそうそう忘れ物ね、忘れ物はちょっとねマヨネーズを忘れちゃって、マヨネーズなきゃ無理と思って持ってきた。するする一緒にしましょう。トマトロさん、バラのお花ありがとうございます。うま、タコパー、いろんな意味のたこ焼きを食べられるのかな、いろんな味か、もういろんな味見。すなちゃんも食べに来るから、すなちゃんは出来上がったらちょっと食べるために呼ぼうと思います。どうぞって。具は何ですか、そう具あの紹介していきますね。お、アメちゃんさん来ました、タコ、タコちゃんありがとうございます。そう待ってたタコちゃんをカツオ節も大切、そう買いに行ってきた、いえいえいえ買いに行ってはないですよ。昨日のタコパの話題が上がったのを今日やるというと考慮力が素晴らしい。おタコパ、タコパしたいけど今から夕飯作りに、あそっか、タコパ待ってますね。たこ焼きに着替えてきたよ。おお、たこ焼き、たこ焼き。お互い料理頑張りましょう。頑張りましょう。たこまるさん来た。来た。たこまるさん。なので何個ぐらい作るの？え、わかんない。何個ぐらい作るの？たこライスのライス抜きで。お、了解です。ではテロップを入れていきます。テロップは。決めてあるんですよ。OK。3回回しでしょ。お？すずちゃん。カレー味かな高屋抜きの生地を抜きをこれから食べます。おー、タコ、先日仕事の知り合いにタコパス誘われたけど仕事でいけなんだ。おー、たこ焼きに着替えてきました。お、ありがとうございます。たこ焼き、ねっとりたこ焼きになるかな、なるかな。では早速作っていきたいと思います。あ、そうだ、今日のテロップはタコパで何人集まるかなです。タコパで何人集まるかなです。そう、いっぱいお友達を呼んでタコパをしたいと思います。かのんちゃん家はソース、カレーにもある、そう変わり種あるソースはね、イエーイ。たこ焼き臭くなるって、やっぱねっとりやね。じゃあ
こっちも今からお好み焼き、お、お好み焼き、そう、ソースはじゃじゃん、おこ、おたふくのたこ焼きソースってやつです。大丈夫かな、だしと醤油の効いたやつ、だしと醤油が効いているソース、おいしいやつ、おたふく、おたふくソース14日連続配信、イエーイ。パサパサになるのね、パサパサにはしたくないよね、機材みたいな紹介チンチンチッチチッチ言ってる、チッチチッチチンチコチンや、オッケー。おたふく使ってますか、はい、ちょっとこれ熱くなりすぎたかな、大丈夫かな、ちょっと怖い、なんかそう慣れなくて、ここでやることなんてないからこの部屋でまさかタコパをするとは思ってなかったから、もう1200人以上集まってる、お、1310人の方ありがとうございます。じゃん、ちょっと順番が分かんないけど、こちらはエビ、小エビさんです、いい匂いです、はい。そしてこちらは天かすさん、小指ね、おう、天かすさん見えました、結構たっぷり、天かすさんです、天かすさん。そしてこちらは天かすさん、大事だよね、そう大事。こちらは青森さんあっ、なんてこと、笑っちゃいけなかった、ピンチですね、ここまでちょっと行動が普通じゃなかったけど、衝撃、なんてこった、はいはい、閉めました、はい、もう愛って何でも閉まっちゃいますね笑われちゃった、ね、こういうことはもう気をつけないと、はい。あとは鰹節のお粉はい、終わり。そしてこちらが絶対欠かせないタコさん、タコさん、はい、タコさんでございます、タコさん、おいしいいりこ、こちらタコさん、タコさん来ましたね、タコさん。あと、あ、あとはかけるかつお節さんとシュヤ、そう、主役来た。あとはですね、キャベツさんと、うん、タコさん来たタコさんありがとうございます。これはみじん切りもね、してあるやつ、お時間がね、あれなので、で、こちらは粉、お粉、お粉、そして水と、あとはマヨネーズですね、忘れたマヨネーズ、大丈夫。あとは卵、たこ焼き、キャベツもか、そうそうそう、お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 、スヌーイーツ来ましたよ、スヌーイーツはい、お卵、はい、あとは、おー、なるほどね、ありがとう、スヌーちゃん、ちぎってください、はい、了解しました、スヌーちゃん、ありがとう、スヌーイーツ、お疲れ様です、スーヌーイーツ、イエーイ、スーヌーイーツ来ました、助っ人、そう、助けられてる、本当に。あとなんだっけ、紅生姜紹介した、じゃん、紅生姜、かのんちゃんしましたよ、頑張った、前も頼める、あ、何が欲しいですか紅生姜と、こっからがちょっと、まあちょっとかなりだね、じゃん、キムチ、すねちゃんお疲れ様、お疲れ様。七味は、七味、七味入れるんですか、入れないです、七味、七味美味しいかも、お、エコパで食べたたこ焼き美味しかった、お、明太子は入れません、じゃん、キムチ、いいね、ありがとうございます、キムチです
キムチさんと、あとはね、じゃーん、キムチテーマ、キムチ美味しい。じゃーん、こちらは赤ウインナーさん、50回もありがとうございます。キムチは苦手、あ、本当ですか。テイジさん、カノンありがとうございます。カノンありがとうございますっておかしいか。タコパしたことない。チョコまだ、チョコはね今回は入れないんですよ。そう、ウインナーさんと、あとはじゃーん、ごちそうだよ、スネちゃん。お、スネちゃん、そう、おチーズさん、これもちぎって入れていきたいと思います。もう絶対美味しいと思います。ね、キムチとチーズとか絶対美味しい。何か作るのか。そう、テロップ読みましたか。テロップ、タコパで何人集まるかなです。今回の配信のテロップはボリューム満点。そう、うまく焼けるように頑張ります。リカちゃん、関西人なのに鰹節と紅生姜が嫌いです。え、そうなの。チーズ絶対美味しいよ。そうそうそう、チーズは何入れても美味しい。そうそうそう、今見たわ。あ、ありがとうございます。マリさん、飲み物準備した、しました。飲み物もちゃんと準備しました。準備完了。ちょっと喉乾いた。では早速作っていきたいと思います。紅生姜の串揚げ食べた、あ、え、それ知ってるかも。めちゃくちゃ美味しい。甘いですよね、甘い。マヨネーズだけは親抜きで、あ、そうなんですか。俺はたこ焼き、外は好きだけどたこ苦手なの。おお、そうなんだ。いろいろね、ありますよね。材料だけ出てくる。やばいやばい、気をつけないと。じゃあちょっと移動、カメラを移動します。はい、パッパパーン。ソース、醤油、あのね、ほんとおたふくの醤油の効いたソース。答えが難しいの。すんちゃんも一緒に作る。すんちゃん一緒には作らないです。はい、お餅も美味しい。あ、お餅ね、塩もお願いします。塩、元は市販の袋も、そう、元はこれ。では作っていきます。こちらにまず卵入れましょう。狭いですね、ちょっと切ってみないと。あとは今回は、普段はそんなことしないけど今回は手袋をつけます。じゃん、ちゃんと手も洗いました。手も洗いましたけど、さらに手袋。塩味美味しいよ。え、塩味美味しいな。タコ抜いたら雪、うん、そう、焼き。頭で割るのね。割れないよ、さすがや。そう、普段はしないけど今日は卵割れるのか ね。ちょっとさ、不安なんだけど、あの、この手袋をつけて割ったことないんですよ。冷凍のたこ焼き作って一緒に食べてもいいんですか。ぜひぜひ。タコパ対策ばっちり。そう、ちょっとこれで、袋しよう。やばいやばい、うん、殻も入ってないですね。成功。そう、ちゃんと卵映らないけど黄身が割れなかったです。はい、成功。では混ぜるのはこの子で混ぜていきます。
まずはね、まずは、はい、はい、入りました。はい、ボールかわいい。そう、黄色黄色黄色ばっかりになっちゃった。さすが、成功したら。はい、じゃあ水を入れていきます。冷気危ない、それもうちょっとやめてください。こんばんは。ではちょっとこれね、狭い、スペースが狭いのは危ないですね。とてもかわいいね、ありがとうございます。じゃあ水入れていきます。ちょっとずつね、慣れてないですよ。ちょっと両手塞がっちゃって大変です。はい、入れていこう。気をつけてね。そう、気をつける。見ている人全員食べるから1650も入りました。ありがとうございます。1600入りました。ありがとうございます。ちょっと雰囲気つかめないけど、 ASMR。 お水、お水入れてきます。はい、はい、入ります。慌てないでね。ね、ちょっとそれ大事、待つのも大事。焼くとき、はい、お水入りました。はい、これがやばいやばい、笑わないようにしないと。はい、食べるとこまでいけるのか。いきます、絶対食べたいもん。失敗したときはうー。はい、はい、今んとこ順調です。はい、混ぜていきましょう。一つ一つの動作は、そんなそんな、たこ焼きを作るのに多分慣れてないんですよ。お水入れよう。入れました、お水入れた。はい、 OK です。俺も今からたこ焼き作ろうと。お、いいですね。たこパ、シャカシャカシャカ、すごいね。このダマをなくしたいと願っている。え、まだうーじゃない、うーじゃないですよ。まだ2時間クッキング、そう、絶対ね完成するまで見ててください。完成まで行きたい。こねこね、混ぜ混ぜ、こねこね、混ぜ混ぜ。たこ焼きの硬さはどれぐらいにするの。あ、わかんない、できたものが正解。正解じゃないか、できたらできた。タコパーアリーナの最善。おお。タコパーアリーナだって、もう面白いですね。味は任せた。おお。何個ぐらい食べれるの、わかんない。これから3時間混ぜます。はい、ね、本当に混ざらない。お願いがあります。何ですか、リトさん。はい、混ぜます、頑張ります。ドキ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 、食べたいです。いいですよ、あげます。今日は特別です。タコパ、タコパなんで皆さんにあげます。ビール準備して待ってます。いいですね、ビール準備してください。あ、でもまだまだ冷蔵庫です。まだ準備しちゃダメです、相当時間かかります。はい、混ぜ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 、信頼して見守ってます。ダメです、足を崩してください。待ちきれませんが。そう、じゃあ、あのおつまみか何か、ビールの飲む方は。早い早い、もう飲んでます。あ、全然いいんですよ。そう、今から用意したら、ちょっとたこ焼きのために用意したら早すぎます。もう飲んでます。スピードアップ。はお父さんとお母さんではっきり分かれてる気がします。なんだっけ、その同じ年齢の時の写真を見るとちょっと似てる。生ギター、つまみきながら見てるよ。お、ギター、ハンディブレンダー持ち込まれるかね。全然混ざらない、急げ急げ。こっちはもう準備できたから、お好み焼きを焼き始める。早い、ちょっと待って、腰、
ミニかな、そのお母さんに混ぜる混ぜる、しょっかしょっか、はい、こんなもんでいいですかね。じゃあこれはちょっとこっちに置いておきます。はい、 OK。 そしたら次はキャベツ。大丈夫、あと2万個くらい混ぜる。あ、じゃあ見えました。ちょっとダメだね、狭いところを選べます、リズム感になるので。そう、そしたら今度はキャベツ、キャベツ、粉もんは、そしてキャベツに入れるのはエビから入れましょうかね。エビから入れます。どれぐらい入れよう、これぐらいかな、ちょっと入れすぎたかな。キャベツを、はい、そして天かすたっぷり、もうちょっと、これぐらい、難しいな、どうぶし、いったん天かすさん、土曜日は風味がいいから美味しくなるね。そうなんです。誰か呼んでるの、呼んでないでしょ。じゃらじゃら、かける前のところはちょっと戻す、量がね、調節が難しい、手袋してると。はい、あとは青のり、あー、ちゃんと完成するかな、パランパランパラン、手順忘れちゃった。青のりって今入れる、入れますね。あとは紅生姜、紅生姜は今入れる、誰に聞いてない、誰にも聞いてないんですけど、自分に聞いてます。自問自答、え、紅生姜今入れる、紅生姜今入れるんだっけ、ごう意外な展開、入れる入れる、入れよう、もう美味しくなると思う、量が多くないよね、すぬちゃんに食べてもらう、入れてよい、よし、ゴーサインできました。はい、では具が入りました、今入れる、ありがとうございます。では混ぜていきます。手袋しててよかったよね、本当に。入れていい、ありがとうございます。混ぜてます、混ぜます。はい、入りました。具を先に混ぜるのは初めて、本当ですか、先に混ぜます、混ぜ混ぜ、味にインパクトあり、そうそうそう、美味しいです。はい、本当に、はい、オッケーオッケー、混ぜますよ、おいしくなーれ、おいしくなーれ、もういけん、何人集まるかなってどういうこと、そう、何人タコパに見に来てくれるかなってこと。はい、入りました。そしたらあとはタコの準備しといて、紅生姜はしまって、あとはキムチとチーズとタコも、あ、どうしよう、マヨネーズはまだいい。はい、もうすぐ2000人、お、2000人タコパ2000人、はい、こちらにホットプレート見えますか、ホットプレートやりまくったやつだった、お、2000人突破、頑張ります。味のオーケストラに、お、オーケストラ、はい、ちょっとあ、油がない、油、オッケー、ちょっと見える、ちょっと見える、おいよ、ジュー、崩したよね、気をつける、油が欲しい、
聞いていこう。手袋してるとちょっと難しいですね。ちょっとさ、よし、危ない危ない、なんだこりゃ。あ、映った、気をつけます。さあ、こっから、ここからが大事ですよね、本当に。ここからが大事。まくった方が良くない？あ、まくります。ちょっとね、ところに困ってる。ちょっとここの皿の上に入れとこう。うん、よく見える、グッと。そう、まくっとこう。おてて、まくろう。外した方がいいのでは。お、はい、まくって、これも。こんばんは、勝則さん、こんばんは。手袋を発射しに組み合ってやっていました。はい、まくりました。はい、画面の角度がいい。お、よっしゃ。お腹空いてきた。ちょっと見せてく。はい、頑張ります。多分ちょっと下手くそだけど頑張ります。そう、油引いていきます。よいしょ。あ、そうだ、これ手作り、そう、代用です。あの、キッチンペーパーをぐるぐるしたやつです。やけどしてる時の代表は湿布じゃなくて、あ、湿布じゃなくて濡れ布巾があります。そう、素晴らしい。鉄板が主翼の枝になってる。そう、はい、じゃあ油を染み込ませて、ここを持ってくる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 ローランのたこ焼き器。ローラン20個焼けるね。何個だろう、数えたことがないぞ。あ、20個です。すごっ、20個一気に焼けるかな、不安が残りました。とりあえず塗っとこう。はい、全面で焼くのでできるかな。塗っといた方がいいかな、慣れないときは。くる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 、はい、ガタガタいってるぞ、大丈夫かな。はい、OK。 はい、油が塗り終わりました。早く早く、縁にも油を、お、縁にも、そう、さい、さ、グラグラして全然凍りそう。縁にも油を、早かった、縁、お、OK です。グラグラ、大丈夫かな、大丈夫大丈夫、きっと大丈夫。はい、軽くね、はい、軽くね、そうそう、顔気をつけない、そう、ちょっと映ろうと思うとやけどしそうで危ない。はい、そしたら、まず火を使ってるけど、キャベツを入れるから右手だけ手袋をしておきます。はい、もう一回混ぜて。アドバイスコメントありがとうございます。グラグラしすぎじゃない、結構熱くなってる感じ。そう、めちゃくちゃ熱くなってる。大丈夫ですか、これは。これはもうちょっと、でも温度調節ができないんですよ、人身事故なく。はい、頑張ります。注意しないとね。はい、ちょっと混ぜます。大丈夫かな、この温度、温度はわからないです。どうですか、温度。熱い、熱くなってきた。ちょっと頑張ります。
入れます。はい。あ、ちょっと怖いから三列だけにしときます。そしたら。タコ入れます。10いい音ですね。タコあタコ危ない。タコタコ全部作っちゃおう。でもちょっと先にこれを入れときます。あ、でも難しいぞ。配信しながらだとなんか段取りが全部作っちゃいましょう。 OK、 でも入れときましょうね。よし、スイッチも入れて。入れすぎた。次はちょっとにして。はい。よし。よし。はい。あ、タコさんも入れて。はい。はい。ウインナーも入れとこう。そう、キムチ。はい。そしたら。はい。はい。やばい。入れましょう。やばいですよ。早くしないと。はい。あ、OK。テンパル。入れすぎですか。これぐらいでいいですか。はい、そしたら手袋取って。やばくない？ちょっと。やばくないですか？入れたら、もういい？いい、もう。いいかな。ちょんちょんちょんめちゃくちゃ入ってくる。これはなんかやばい予感もしてきたような、してこないような、してきたような。おー、追加。ガタガタ言ってるよ。これはちょっとガタガタの音が心配。よし。難しい。あの、パンパンに入れちゃおう。
焦げてたらどうしよう。これぐらいかな。よし入ったでしょう。これね、こんだけ入れば。入れたらいいか分かんないんですよ。 OK、 よし、 OK、 ちょっとツンツンしとこ。丸くすれば勝ち。はい、おじま、おらじま、じま、おらじま、難しいよ、すごいね。どれぐらいですかね。3分ぐらいかな。放置。マックス、マックス。てか温度のね設定がないのでこれで大丈夫です。めっちゃ刺すやん。放置、放置、放置。じゃあちょっとトークしていきますか。やけどしないように、はい、放置プレイ。真っ黒の玉ができたりで本当に心配。もう真っ黒でも美味しいですよね、きっと。美味しい、美味しい、美味しくなあれ。もうもう負けるな。もう出てきたら回しましょう。はい、もうお願いします。もえもえ、キュンキュン。真っ黒で食べます。ありがとうございます。大丈夫、それも個性。カオタン同じだ。楽しみなの、先輩。そう、バラバラが食べるさ、一つ返せばわかる。なるほど、俺が食べる。ありがとうございます。キューン、音鳴ってる。香りネタ、香りネタはね、あのあれ、キムチとあの赤ウインナーを入れた。イシミュ、料理は全部強火やれ。強火、強火。お腹鳴ってきた。焦がすね、スキーの伝統だから。コーヒー振り返る、生焼き。あ、完璧だったらこうコメントできないからね。お、え、どうもわかんないんですよ。このひっくり返してみないことにはなかなか固まらないね。ね、あとどれぐらいかな、あとどれぐらいかな。そう、ちょっと見ててもらおう、心配だから。今の状況、ん、変わりネタ、ポン酢で食べたい。あ、タケさん、タコちゃん、ありがとうございます。タコちゃん不安げな表情。またですね、まだ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 大丈夫多分。お、カード、この何もないところ。え、まだまだ多分。だってひっくり返せないもん。キュウリモンさん、ハートありがとうございます。自分を信じましょう。茹でてないです。ねっとりタコ差し入れ入りました。 OK、 まだまだ。どうでしょうね、気になってきちゃう。そうだ、そう、じゃあたこ焼きトーク、たこ焼きトークしようかな。たこ焼き、たこ焼きトークだとちょっと位置が難しいけど、そう、たこ焼きトークだと、たこ焼きはお正月に食べます。カノンは、あ、そうだ、ちょっと
いらないやBGM いらないや。そう、たこ焼きトーク。たこ焼きはお正月に食べます。あ、ちょっともう一回な。お正月に食べるんですけど、お正月におばあちゃん家で食べます。お正月、そう、お正月おばあちゃん家に親戚が集まるんですけど、お正月の本当に31日とか、そう、1日とかはおせち料理を食べます。おせち料理だったりとか、あとはね、大丈夫かな、焼き加減わかんない。顔何いる。そうで、グツグツしてきたかな、なんか泡じゃない、空気出てきた。縁の間にもうやります。もうちょっとかな、なんかもうちょっとって言って丸くりになっちゃいそう。まだですね。そろそろかな、まだですか。そう、あのね、何もないところはこんな感じ、映ってないや。ちょっとまだっぽいですね。はい、それで、そうで、お正月は食べるんだけど、おせち料理とか、あとお刺身とか、あとはおばあちゃんが作ってくれるあのエビのあの頭全部のやつ。まだ早く、まだ早い、丸くりも面白い。そう、エビの全部のやつとか、何、全部、全身の頭がついてるやつとか、そう、食べるんだけど、いっぱい入れたからね、ね、そう、いっぱい入れたからもうちょっと前、そう、だけど、その次の日からは、ちょっと、お正月とはかけ離れているというか、我が家では、焼肉をしたり、カニを食べたり、その中でたこ焼きも食べるんです。たこ焼き、伊勢エビじゃない、普通にエビさん伊勢エビさん。ネギは混ぜるものではない、乗せるものだ。おね、ちょっとあげようか。もういいかな、わかんない。そうね、その中でたこ焼きも食べます。でたこ焼きとお好み焼きを焼くんですけどごめんなさいそう、大きいお好み焼きになるから注意、わかんないよ。あ、気をつけます。そうね、なんかトークが全然もう自分でも何話してるかわかんなくなってきちゃったよ。分かんなくなってきちゃったけど、そう、たこ焼きを食べるね。そう、その時も様子を見よう。うん、その時もキムチ入れたりとかします。そうで、お好み焼きはやってみます。ちょっとでもできるかな。でお好み焼きはあれを入れます。自然薯、長芋だ、長芋を入れます。そう、たこ焼き食べる話、そろそろかな、ね、そろそろかな。そう、そう、山芋だ、山芋、長芋、芋を入れます。長いとろとろしてるやつを入れます。はい、ちょっとトーク中断、一回やってみますもうね、タイミングが難しい。はい、やりましょう、やりましょう、切りましょう。あ、いたいた、これ線見つけるの難しい、ここだ。とろろか、ひひひ、これは緊張のドキドキもんだ。ちょっとコメント読めません、ごめんなさい。ちょっとこっちに集中、ごめんなさい。おいしょ、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 おっと、オッケー、立ていない、来た、立て量が多くて緊張、立て、開いた、立て探すの大変。え、ちょっといない、ここだ。
ケーオッケーオッケーオッケー、はい、そして最後の一本、あ、最後の、あ、さ、開いた、最後の一本、あ、開いた、開いた、開いた、いました、いました、あ、いない、いない、はい、オッケー、もう一個あるかな、あ、もう一個あった、うん、かけるかける、やっていこう、はい、まず切れました、これで、なのでここも切っとこうかな、そう、いらない生地まで焼いちゃった、じゃあこっちから丸めていきますかね、溝があるタイプ、そう、溝あります、切れてない、はい、丸く丸く、おお、あ、これは焦げてないこれは焦げてないですよ、皆さん、すげー、え、でも焦げちゃいそう、ねえねえねえ、もうピンチピンチピンチです、1個目からこれはちょっと危険な匂いがしますね、はい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 、入れて入れて、よいしょ、はい、難しい難しい、あらら、はい、難しい、あ、お、お、お、中身の中にいるはずのウインナーが出てきてる、ガウインナーさんが出てきてる、出てきてる、頑張れ頑張れ、ファイトファイト、あ、難しいよ、一人でやることないから、もう一人でやると焦りますね、いい音じゃ、いい音じゃ、いい音、頑張ります、はい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 、あ、やばいやばいやばい、うーん、よし、中に入ってください、はい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 、入れ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 、なんて余裕のないたこ焼きパーティー、はい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 、はい、よしよしよし、いけいけ、丸まるんだ、はい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 、もうよいしょ、いいぞいいぞ、よいしょよいしょ、でっかでっかいよ、これはでっかいよ、よいしょ、おー、なんてこと、焦げてきてる、やばいやばいやばい、気をつけよう、セーフセーフ、じゃん、よし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 、オッケーオッケーオッケー、あー、なんてこと、オッケー、ガタガタいってる、ただ焼く、ちょっと待ってくださいね、何も返してないけど、あ、そう、コメントは返してない、そう、たこ焼きを返していきます、はい、たこ焼きを返します、うん、よいしょ、へっ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 へ、うまい、ありがとうございます、ありがとうございます。
よしよしよし、あー、ぐちゃ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 、はいはい力技、裏てんこ盛りなんですけど、はいはい、オッケー、はい、オッケーオッケーオッケー、なってきたかもしれない。はい。はい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 。見えてますか？いいな。見えてますか？あ、おお。あ、ちょっと。はい、オッケー。こっちのやつ焦げてそう。まだ早かったかも、ちょっといいや、難しい難しいよ、なあ焦げる、なんてこと、やばいよ、一人のタコパ、一人のタコパじゃないや、一人で焼くのをね、ちょっと大変です、オッケーオッケー、はい、皆さん入ってください、はい、オッケー、入りました、はい、オッケー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 、どうかな、まだ早いかな、ちょっと焦げちゃいそう、たこ焼き始めました、アドバイスをちょっとね、今ね一応ひっくり返したんですけど、このなんかお好み焼きみたいなのができちゃったちゃったー、焼いとこう、ねっとり、ねえちょっとコロコロしない、ピンチピンチ、触らない方がいいのかな、放置だって、放置、具が多かったかも、あ、そっか、具が多かったか、ピンチピンチ、助けて、難しいですよ、意外と焦げない、よし、じゃあちょっとコロコロしていきましょう、なんかね、コロコロできる、あ、これできそう、アウチ、難しいですね、コロコロは、難しいよ、オッケー、こういうことかな、ちょっと2回目難しい、くっついちゃうんだよな、巻きますか、なんかねちょっと不安な雲行き下からできる、難しいの、もう少し放置、はい、とも焼きが怪しい、本当に最初に焼くたこ焼きは失敗しやすいから大丈夫だよ、3000人突破ありがとうございます、お少しそのまま、はい、グラグラ丸くね、丸くならない、豪勢なとこ、いやいやいい感じだよ、あ、本当ですか、いい感じですか、そろそろひっくり返るかな、なんか焼き目ね、ついてるようなついてないような、もう自分の目が信じられない、 YouTube 先生、人の物
みおいカリカリになるんだけどね、ちょっとねコロコロできないんですよ。まずタコパや、そうタコパ本当にもう一回焼くと信じられないくらいうまくできるような、もう一回もう一回揚げ焼きにする。揚げ焼きはねもっとやったことがないからもっと心配なんですけど、どうなんだろう。うん、あーもう油少なかった。ゆっくり焼くタイプで、え、それ大丈夫ですか。お腹なりすぎてます。ポジティブ頑張りましょう。そろそろいけるかな。よしよし、あ、そろそろいけそうですよ。あ、これはいけない。あ、これもいけない。あ、これはいける。はい、これはいけない全部ブスブス難しいんだ。なんやそれ。だってあ、これいける、これいける、これいける。たこ焼き色が怪しい。本当にもう2回目に期待しましょう。2回目できればね、ちょっと大変なんですよこれは。はいはい、オッケーオッケーオッケー。あ、焼けてきた。油が少なかったのかな。見た目じゃないか、割と形になってきた。よっしゃ。でもちょっとこれはきつい。お、できてきた。できてきた。これはおおおお、焦げちゃう。いや、いやだ。はい、こんなはずではなかった。丸くしたいんだ。頑張ります。これがね、ここが、ここがね、こういうことか。縁がくっついちゃってんのか。これはまだ。よし、切っとこ切っとこ。腕疲れない、大丈夫。切っとこ切っとこ。はい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 。あ、危ない。くるくるできるかな、これで。お、くるくるでき始めた。怖いよ。よしよし、10よし、この辺ねドキドキ。あ、こい、あ、気をつけ。うん、ちょっと、はい、
できてきた。ちょっと待ってくださいね。これだけちょっと。はっ。オッケーオッケー。はい、いいかな。こんな感じかな。はい、では完成品じゃーん。ちょっとこれじゃちょっとわからんけど。よし、これでどうしたらいいの？これもういい感じ？あっち。よきよき。よし、ではちょっと怖いんでオフ。電源オフ。揚げたこ焼きにしたら美味しそうね。ちょっと揚げたこ焼き。かもだけど、カノには似てなさそう。食レポを、お疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、くるくるしよう。はい、あ、でも焦げてきたからな、ピンチなんだよね。はい、よいしょ。ね、うん、あのね、くるくるできるようになった。え、待って、焦げてきた。ちょっと、乗せよう。余裕熱で焼き上げましょう。もう待ってません。冷却、ちょっと。あ、見て、くるくるできるようになった、やっと。え、ちょっと色がね、危険。あ、よしよし、で、ハッチキン。コンコン来ましたね。話したすむすむちゃん登場。よし、オッケー。すむちゃんも来たのであげていいですかね。やっちまった。ちょっと綺麗なやつを全部乗せるんだけど。はい、オッケー。はい。せーの、はい。あ、はい、やばい。はい、はい、あ、これいい感じ、綺麗。はい、はい、はい、コロコロしてる。え、ちょっと焼きすぎたかも。はい、はい、あ、はい、え、これは真っ黒、やばい。はい、オッケー。はい、オッケー。はい、オッケー。危ない、入るか。はい、乗りました。てんこ盛りじゃーん。黒い、このままじゃいけませんね。はい、ではここはもうオフにしてあるんで、パチパチ。はい、完成。すごい、さわらけのたこ焼き。あ、ダメです、ダメです。あの、カノのたこ焼きにしといてください。もっとね、そう。もっと焼いてもらったらいいですよ。さっす。お、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。すごい。はい、それではトッピングをしていきたいと思います。トッピング、チーズがなんか、あ、待って待って、溶け始めてる。どうしようか。まずソースを。ソース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 。じゃあまずこれはね、あっちっちなので、この辺にでも置いときましょう。よし。ん？よし、あっ、よし、よし。はい、では置いときましょう。ソースいた。あとは味がどうか。どうかな。お姉ちゃん、お姉ちゃん、チーズはもし入れるなら。イエーイ、バタフクソースならそうですよ、マヨちゃん。すぬちゃんがちょっと。じゃあちょっと。じゃあちょっとね、ちょっと大量、たこ焼き大量なので、じゃあまず
ソースかけていきます。チーズね、加熱にしなきゃなので、ちょっと見とこうかなね。ちょっとなんか多すぎた、ちょっと待ってくださいけど、よし、かけていきます。いい感じ、いい感じ、いい感じ。これぐらいかな。はい、いい感じ。かけたら、たら、はい、かけました。そしてじゃん、マヨネーズ、マヨネーズかけます。じゃじゃん、塩味、お塩がないんです、お塩がないんです。お店っぽいでしょお塩がないんです。さあさあかけましょう。難しい。はい、 OK、 じゃーん、できた、残念だ。では青のり、青のり、どうしよう、ちょっと手をつけとくか。完成見せて、少々お待ちください。パパパパパ、おお、青のりをかければ綺麗、綺麗です。鼻息に注意、そう、注意注意注意、本当に注意。そしてかつお節、かつお節はこのマイカップ、お皿に入れます。そしてパパ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 パ、おお、踊ってますね。少々お待ちくださいね。パラパラ。OK。もうちょっとかけとく。OK。はい。OK。え、いろんな人に似てるって言われます。どんな顔してるんだ。ひなちゃん大興奮、はい、完成を見たい。はい、ではちょっと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 拭いて、拭き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 、さっきの事故のやつも拭き拭き、青のり事故、完成。ポン酢をここで少々、お、ポン酢ね、ポン酢もない。よし、それでは完成品を見せたいと思います。じゃじゃん、見えましたか。じゃじゃーん、めっちゃ寒い、じゃじゃん、じゃじゃーん、美味しそう。これは売れる、売れますか。じゃーん、落ちる、落ちる、お見事ですいいじゃん、やったー、うまそう、いい感じ、よきよき。では爪楊枝を、お腹鳴ってきた、刺して
ほい。スクショタイム。お、スクショタイム。スクショタイム。3000本だって。3000本刺したらもう、つまようじだらけになっちゃう。はい、できました。盛り付け。お、売り場みたい。イエーイ。落ちる落ちる。あ、危ない危ない。落とさないでね。はい、気をつけます。では完成です。では何実食3000円で買えます。あ、ありがとうございます。いえいえ、よくできました。ありがとうございます。うまいよ。よし。あ、そうそう、じゃあね、ちょっとじゃあ気分もお店っぽく。ありがとう、すねちゃん。じゃーん。そう、お店っぽくねしていきたいと思います。難しいですね。口に向けて。ドン。そしてドン。ドン。実食タイム。OK。よし。なりました。そう、大事。こういうの大事。こういうの大事。いいね。では。雰囲気も大事。そう、雰囲気ありますよね。そう、じゃあもう一回だけスクショタイムしておきます。雰囲気出たところで。え、何、どうやってやろう。スクショタイムこう難しい。じゃあね、ちょっと OK。 映れるかな。これは映れないですね。映れません。映れません。まずいですね。映った。はい。あ、めっちゃお腹鳴ってる。どうしよう。くよくよ言ってるよ。はい、では OK です。いただきます。そう、いただきます。接触します。本当にお腹が鳴ってる。もう冷めちゃうよ。ではいただきます。お先にどうぞ。あー、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。腹ペコかなって。あー、どうぞ。やけどに注意してください。あっちー。そう。よし。あー、ありがとう。お、よかった。パク？パク？もぐ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 。いただきます。どうぞどうぞ。あっち。熱いですか？気をつけますね。あっちっち。やけどする。いろんな料理にやる。合う。おう。ふうふうして。ふうふう。どうぞ。ねっとりしてます。はい、では食べていきます。マイユーだって。マイユー、ふわとろ名古屋九条漁師は。やった。ではすぐちゃんにも取り合わせ。本当にお腹空いたよ。本当にお腹空いたよ。こんなに、あ、それは痛い。あー、待って。お腹もうやだよ。はい、じゃあすみちゃんにもこうやって。よし、とりあえずどうぞ。すみちゃんにどうぞ。贈呈します、たこ焼きを。ふうふうしてね。ふうふう、相当熱そう。してね。お、早く実食食べます。実食いただきます。うん、うん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 。中ねっとりだ。おいしい。やけど気をつけます。おいしい。
ねっとりですか？ねっとりです。ねっとり。星いくつですか？星3つです。なんかねっとり、おいしそう、ほんとおいしいです。星5つ、イエーイ、星5ついただきました。お腹が鳴ってる。もうちゃんと食べよう、食べよう。中身はタコでした。タコだった。つつキムチかな。もう一個食べよう。うん、んタコ、タコ、うん、まずタコだった。タコだ。タコ、ふみちゃん美味しいっす。美味しい、美味しそうです。よかった。キムチね、もうどれがキムチか分かんないんですよ。89。パパには、パパには後でまたタコだあげますね。タコしか出ない。タコばっかだ。どこ行った、これかな。キムチだ。ウインナーが作れへん。うん、気持ちいい。いや、欲しい。気持ち、気持ち。気持ちいいでしょ。いった、気持ちいい。気持ちいい、気持ちね。ちょっと待って。気持ちあるかな。裏を見る。これ気持ちかな。気持ちとっても美味しいです。自分も今度たこ焼き買いに行く。お、ぜひぜひ。美味しいですよ。キムチはちょっと辛くて美味しい。ん？キムチ？ん？たこ。たこだった。すーちゃんにはキムチがいきませんでした。ウインナーもよかった。ウインナーもよ。ウインナーこれウインナーだったのかな？ちょっとウインナーみたい。タコとウインナーが分かんない。タコタコ、ハズレ。ハズレ。美味しいです。タコかい。タコだったか。そう、タコ焼きではなくタコ。スヌちゃん、ハズレ。髪切った？切ってないです。切ったように見えますか？ウインナーの立場ね。食感似てるからな。ネモさん、ハートありがとうございます。赤ウインナー、当たり。なんか本来タコが主役なのに。よいしょ、ね、でもタコいっぱい入れたから。そう、タコはいっぱい出てくるんだけど。キムチとウインナーはあるのか。これは、これこれは。ちょっと食べてみて。4000人って、あ、お、お、ありがとうございます。4006人の方。そう、タコパで今、ただいま4006人集まっております。またタコじゃん。お腹満たすむ。もぐもぐタイム。そう、こっちはどうだ。まだタコだったみたい。ん、ネモさん、ハート100個ありがとうございます。タコはデフォ。定番のチーズは、チーズはちょっと加熱し忘れたので。うん、デフォタコ。スヌちゃん出てこないです。もうでも待ってて、ウインナーがない。ウインナーを探しになってきた。はい、うん、結構エビが入ってる。素敵。あらら、またタコ。そう、またタコ。タコ率すごい。ははは。でまたタコ。7個ぐらい食べてんのに全部タコやん。こんばんは。ん、そうそう、ずっとタコやん。これは何？タコで過ぎてキムチしか。4000人突破。間違えた、400人突破。もう400人。あれ、4000人突破だ。あ、もう。ちょっと落ち着こうかな。何を言ってるんだろう。いや、タコは当たりのはずね。タコが当たりだね。もうキムチとウインナー出るかなって感じ。めちゃくちゃ食べてくれる。嬉しい。なかなか出ないっていうね。さすがに出るでしょ。
頭がタコ、やば、またタコか。え、それな、妖精人がたこ焼き食べに、うん、どうぞたこ焼き、タコだ、どうぞどうぞ、引きが強いんだよね、餅つけ、今度こそはペタペタ、今度こそはさっきまたタコだったから、やばい、いただきます。あ、あー、どうぞ、あーん、いただきます。タコだった、もうタコしか出ないです、きっとスナちゃんは。はい、スナちゃんにウインナー入りをね、スナちゃん全然食べれないんですよ、ぼっちゃん。飛んでいきますよ、かつお節が。キムチだ、あ、キムチだ、キムチ、キムチっぽいのないのが、赤ウインナーは感じられない。花鉄さん、だるまありがとうございます。まゆまゆ、お姉ちゃんね、そういうこともあるよね。そういうとこあります。美味しくないのかな。美味しいですよ、美味しいですよ、美味しい。色で分かんないんですよ、うまいこと入っちゃって、綺麗にうまくできた証拠だ。よいしょ、美味しいです。あれキムチかな、どれ、このやつ、いいよ、ない、待って、うん、ウインナー来た、ウインナー今来ました。味がどれがどれか分かんない。ふむちゃんキムチにメッセージつけてやる、つけてないですよ。あ、これだこれだこれだ、うん、いいよ、赤い、なんかどうぞどうぞ、ここね、うん、クヨチちょっとすいませんね、そうお腹がすぐなっちゃう、タコか、なんかぶっ刺してでゴソゴソってなんなかったらタコな。どうぞ、え、どうぞ、違う、あ、これはタコかもしれません、あ、タコじゃないかもしれん。これタコ、あ、キムチ来ました。え、え、え、わかんない、わかんないそうです、多分タコ、多分タコだそうです。食感、キムチとタコ、キムチとタコもあるかも、よく隣と映ったのかな、